スマホ老眼の予防法にはどういうものがあるか。一つ目はスマホのピント調節能力を使いすぎる、つまり手元にしすぎると毛様体筋、目の筋肉の凝りが起きます。ですからちょっと距離を離してあげるだけでもだいぶ違うんですね。特にスマホは普通の紙とかに比べて距離が近くなりやすいと言われてます。だいたい40センチぐらいに離してあげるのがいいと言われてます。40センチというとピンとこないかもしれないですが、 A4 の紙のこの縦がだいたい30センチぐらいなので、これプラスちょっとというふうに思っていただくといいと思います。いつも皆さんが使っているぐらいの距離よりちょっとだけ離してあげるだけでいいです。あとは、まあ、いわゆる満員電車とかそういう時は、まあ、なるべく離してみるというのを気をつけてもらった方がいいですね。2つ目としては途中休憩を入れるということです。ずっとスマホを見続けてゲームしすぎてしまったりとか、まあ、LINE しすぎてしまうと、まあ、切れなくなってしまうので、まあ、1時間ぐらいしたら、まあ、少し休みを入れてあげるというふうにしてあげてください。3つ目はこまめに瞬きをするということです。集中してスマホを見てると瞬きが少なくなっちゃうんですね。そうすると目が乾いてより疲れやすくなったり、スマホ老眼を進めてしまうので、瞬きを意識的にするようにしてください。